ところ、まあ、杉本選手が離脱した後、小田が逆方向に立つと1打数2安打ショート正面、上川端がさばきます。そして今シーズン思い切って引っ張りましたが、ライトの正面高々と打ち上がっています。レフトの松本剛、守備選手がリードするっていうのが、はい、これはフェアゾーンに入っています。必死に走りましたがサードゴロ。ショート正面、上川端軽快にさばきます。初スタメンの大城が右バッターボックス、初球打ち高々と上がっています。センター江越、それだけに球数を少なくて済むというこれも絶妙な意識を完封してますね。インコースのボール詰まった打球はセカンド水野を抑えました。ライトライナーでした。打たされた格好三遊間、家賃素晴らしいプレーを見せます。さすが守備の職人です。バットを折られました。4-6-3というところですが、バットはどうか、止まりませんでした。これが加藤が奪った。クレバヤシスタート、アウトです。ここは加藤空振りの三振に打ち取っています。センターの前には落ちませんでした。僕100球の切ったカーブないのが、ですよね。でも腕めっちゃ緩い。ここはセンター江越ですね。先ほどは内側からスライダーを曲げられましたが、ここは初球を打ってセカンドゴロ。加藤の打球です。中川圭太の打球はライトの頭上ですが、足が止まっています。空振りの三振。ここまで2打席ともにいい当たりを飛ばしていた森友哉を空振りの三振に打ち取ります。サード谷地丁寧にさばきました。フルスイングしましたが高々と打ち上がっています。ショートの上川端を3球で空振りの三振に打ち取りました。そのインサイドに構えています。もしていった打球は高々と上がっている。キャッチャーの岸にマスクを飛ばしました。ここで抑えて、この回も加藤を0点に抑えています。依然として1対0は変わりません。